南宋サンベルプラザは、南宋通運株式会社が、千葉県茂原市で運営する複合型施設。大規模小売店舗立地法上の届出名称は、茂原駅南口再開発ビルである。愛称はサンベル。茂原駅南口地区第一所市街地、再開発事業として建設され、施設は茂原駅前の南口側に立地している。1989年12月に着工し、 二年数ヶ月の後期を経て1992年3月に竣工した。再開発の主体となった茂原市は、外房の中核都市にふさわしく、さらに新しい街のイメージを地域住民に求めるべく設置した再開発ビル愛称選考委員会を開会し、283点の応募作品の中から、調整軍一の宮町在住の37歳。 女性教員が応募したサンベルの採用を発表した。サンベルは英語のサンとフランス語のバートを組み合わせた造語として考案されたもので、選考委員会では太陽と緑豊かな街というコンセプトを採用の理由とした。祖豪南総サンベルプラザ誘致から開業まで1989年4月、千葉市に本部を置く。 大木屋ジャスコが施設への入居を困難と表明したことから、茂原氏は総合スーパーの誘致を断念。これに伴い、千葉市で百貨店を経営する株式会社千葉総合と交渉を開始した。総合スーパー、大木屋ジャスコから百貨店の運営会社、千葉総合への誘致転換や、地権者と茂原氏との間で売買価格が折り合わなかったことから、茂原氏がが当初計画していた。 地下2階地上8階建て、総面積3万3千平方メートルから、1階から6階建てのビル建設とする規模縮小案が浮上した。1989年7月18日、千葉総合副社長の宗方志郎と茂原市長の石井、常雄が茂原市長者で、茂原総合出展決定の記者会見を開いた。茂原総合の運営会社は、千葉総合の完全子会社都市、 千葉総合の副社長が、モバラ合運営会社の代表取締役社長として選任されることを発表した。この時点では1991年10月の開業を予定し、初年度の売上目標を100億円に設定、地元雇用を基本とする従業員数は300人程度を見込んでいた。 茂原市は施設の掃除業費を1989年7月時点で140億円と見込み、地下2階地上7階の本館施設内には、10店からなる地元商店会を置き、さらに別館として地上3階建ての付随施設を設けることとした。1989年12月16日、施設の寄港式が実施される。この時点では掃除業費として110億円を見込み、 このうち87億円で91年秋までの期間で百貨店用のビルを建てることとしていた。ビルの建設に合わせて駅前の動線を整備することを決定、日本の道路を付設する計画を発表した。サンベル開業1992年3月3日、施設サンベルの竣工を記念する完成式を挙行し、280人が出席した。 総事業費はこの時点で108億5000万円を計上し、ビル建設に充てられたのは約86億円となった。モバラソ号は再開発に関わったモバラ市から施設を57億円で買収している。開業時の専門店は17店舗。同年3月5日、モバラソ号開店披露式を挙行。披露式ではオープニングセレモニーや祝い大庫のほか アイドル歌手による歌謡トークショーが催された。開業に合わせて、モバラソゴーは、同年3月7日から12日までの5日間で3万個の記念品を配布した。業態転換と閉店まで開業から3年後の1995年6月、ソゴーグループの母体、株式会社ソゴーが、モバラソゴーの営業赤字が続いていることを理由に、百貨店から業態転換することを発表。 開業から7年が経過した1999年4月28日には株式会社蘇号がグループのモバラ蘇号を時期未定ながら2年以内に閉店することを発表。閉店理由としては店舗面積の狭さを上げ同時に直営の東京店も百貨店業から撤退する方針を明らかにした。モバラ蘇号の売り上げ目標は年間で100億円を設定していたが バブル不況で届かない状況が続いていたという。同年5月10日、茂原市長と茂原市商工会議所会頭が連名で、茂原総合宛に営業継続を求める要望書を提出。同年7月13日、茂原市、茂原市商工会議所、サンベル商店連合会の3社が、茂原総合存続対策協議会を設立。同年7月27日、 株式会社モバラソ号が閉店通告をモバラ市に送付し、正式に閉店が決まった。同年7月28日、モバラ市役所でモバラ市とモバラ市商工会議所が共同で記者会見を開き、モバラソ号から寄せられた2000年2月の閉店通告について発表。開店以来の累積赤字は60億円を超えていたという。この後、 計画通り2000年2月末で、モバラソ号は閉店した。閉店から半年後の2000年8月22日、株式会社モバラソ号が千葉地方裁判所に特別生産の申し立てを実施。帝国データバンク千葉支店の調査によると、株式会社モバラソ号の負債総額は約235億8900万円と算出された。 店舗の閉鎖から半年以上が経過してからの生産実施の経緯について、親会社の株式会社総合が各店舗を運営する地域市会社の民事再生法適用申請を進めていたことが要因とし、経営破綻前の閉店であったことで半年遅れの申し立てに至ったという。空きビルとなったサンベルは買い手がつくまでの間、再開発に関わり、大規模小売店舗の設置者である。 茂原市が1階フロアを借用し、市の商工課を通じて、地場のものづくり企業が製作した製品展示コーナーとして活用されていた。このほか、茂原総合の出店に先立って、株式会社千葉総合が全額出資し1989年5月に創業した茂原市千代田町1丁目の不動産管理会社千原商事が2001年1月19日付で、 千葉地方裁判所から破産宣告を受けている。千原昌司の設立目的は、モバラソの駐車場管理及び、モバラソ出権に係る土地の取得であった。破産宣告の時点で34億円の負債を抱えていたが、モバラソの特別生産以降に収益源の家賃収入が途絶えたことが破産の要因とされている。南宋通運が主たる地権者のモバラソ産業から、 土地と建物を7億300万円で買収し、権利集約を実施。南宋通運はかつてこの地の地権者であり、土地の62%と施設の床面積70%は当初から所有していたことから、再開発の中心にいた茂原市ほか、地元財界の働きかけによって、権利集約を実施するに至った。権利集約の実施後、 南宋通運の管理部不動産管理係が施設の運営主体となり、南宋サンベルプラザとして再オープンした。施設にはエントランス付近にコンビニのセブンイレブンや喫茶店、学習塾などが入居するほか、サンベル商店会が1階に出店。成功者との村工芸者が手掛けたエントランスの大時計もそのまま残され、しばらくの間は時計として機能していた。 南総通運による運営に移行してからは、オフィスビルや学習塾のフロアが置かれ、一般的な商業施設ではなくなった。2014年7月、2013年10月の台風26号による、水害で甚大な被害を受けた茂原市立図書館が移転し、かつてのレストランフロアートで運営を開始した。ありがとうございます。